はいどうもキリハです。今回はチャレンジステージの攻略について説明していこうと思います。このステージなんですけど、この位置から始まって入門、初級、中級、上級、鬼級、閻魔大王級という形で難易度が上がっていきます。ちょっと呼びづらいんですけど、今回は入門、初級、中級に関してはそこまで難しくないかなと思ってますので、こちらの上級から閻魔大王級までね、説明していこうと思います。ただこの辺りもクリアできない方もいらっしゃるかもしれないので、簡単に全ての動画の後にクリアした映像だけ流していこうと思います。それではまず上級から解説していきましょう。はい、まず上級なんですけど、アビドス対策委員会の子たちと戦うことになります。編成はこんな感じで、星の以外は軽装備なので爆発のキャラをメインで組み立てていきます。星野の対策は1人いればいいかなっていうイメージですね。で、実際に攻略したパーティーはこちらになります。イオリに関しては持ってない方も多いと思うので、アカリやアルちゃんで全然 OK です。セリナで椿を前に出してアタッカーの安全を確保してるんですけど、ぶっちゃけいらないかもしれないですね。タイム縮めたい方は変更も考えた方がいいかもしれません。椿がかなり硬いんでね。で、ここは響き本当に大活躍ですね。っていうかチャレンジクエスト系っていつも響きがめちゃくちゃ活躍するんですけど、今回もどのステージでも響きめちゃ強かったです。それでは実践編の映像に行きましょう。はい、それでは解説していきます。特にそんなにね、解説することはないんですけど、セリナで椿を前に出して星野の EX の前進しながらの射撃ですね、あれをアタッカーに当てないように射線をずらしていきます。あとは普通に落とすだけですね。野々見が一番体力あるので、野々見を中心に叩いていきます。セリカは初期位置からちょっとずれますので、初手で狙う場合は注意が必要です。ムツキの地雷がいい感じでヒットして星野を倒せました。こっちの舞台はかなりレベルが高いので瞬殺できてるんですけど、レベルが足りない方はね、マキのスキルを打って星野を倒しましょう。はい、大したギミックもないのでね、こんな感じで終わりになります。ムツキと響きめちゃくちゃ強いので、ぜひ使ってください。はい、次に鬼級に行こうと思います。でこちらなんですけど、敵は特殊装甲の敵が出てきますので、神秘タイプメインで組み立てていきます。実際にクリアをした編成がこちら。時間的には結構余裕があったので、アコやイロハがいなくてもクリアできるかもしれませんが、敵の攻撃がとにかく痛くて、アタッカーにもガンガン攻撃してくるので、個人的に遅延をさせて長期戦で戦う方なんかはシロッコライディングかなりおすすめになってます。敵の攻撃力をがっつり下げてくれるので、アタッカーが落ちづらくなるんですね。そしてプラスヒーラーを入れれば安定して戦えると思います。で、必須なキャラなんですけど、チセですね。チセの範囲持続ダメージがめちゃくちゃ強いです、このステージ。それも実践編で説明をしていきます。はい、それではギミックなども解説していこうと思います。はい、まず雑魚3人と戦うことになるんですけど、この3人にもギミックがありまして、普通に攻撃してもダメージが入りません。回避率が高いとかじゃなくて、普通にダメージが通らないです。そういうギミックです。で、倒す順番っていうのが決まってて、今回の場合は一番奥から倒して、倒した後は標的が変わってどっちかがダメージ通るようになってるっていうギミックです。順番にやらないと倒せないわけですね。で、この順番に倒さなきゃいけない雑魚がちょいちょい湧いてくるわけですね。で、その場合知性の範囲に全部入れることで根こそぎ倒すことができたりします。順番に倒れていってくれるだけなんでね。で、今回知性めちゃめちゃ強いんで、ぜひ使ってみてください。ただ最初はアタッカーを分散してますので、この場合は通常攻撃で倒せました。
で、私の場合は春菜をメインアタッカーに据えて、アコをかけて春菜をボスにぶちかますっていう感じでやってたんですけど、正直知性の火力でも十分強いので、知性でどんどん焼いていく感じでも OK です。で、ボスがタンクがどこにいようと決まった射線に打ってくる範囲攻撃を打ってきますので、そこでアタッカーを落とされてしまったりします。その時に白子ライディングのグレネードを打つことで攻撃力を下げてアタッカーの生存率を上げることができます。はい、でまたザコが出てきたんですけど、このザコが出てくるとボスは無敵状態になります。ザコからやらないといけないわけですね。ザコを倒すとボスがまたダメージ通るようになって、またザコを呼んでの繰り返しになりますので、ザコを倒す際は全部倒した後にスキルを叩き込めるように、なるべくコストを貯めた状態でザコを倒すといいでしょう。もうここなんかはね、知性の EX だけでザコもボスも殲滅できてます。はい、こんな感じで終わりなんですけど、単体で強いワカモなんかは相性悪いですね。無敵状態の時にダメージ入らないので、10秒後に大きいダメージが入るワカモなんかは採用しない方がいいかもしれません。なるべくそれでいて瞬発力のあるキャラ、個人的には春菜おすすめになってます。イロハがいない方はコタマだったり、アコがいない方は星さんになった今回のしずこなんかも連れていくといいかもしれません。そもそも落ちてしまう方は温泉のとかで回復するのもありでしょう。それでは次に行きます。はい、最後にエンマ大王級の説明をしていこうと思います。こちらなんですけども、敵が軽装備の敵がメインになってますので、範囲攻撃ができる爆発の生徒をメインで編成していくといいんですが、基本的には結構単体で落としていく感じになります。そして編成はこちら、星野かなり強かったですね。ただいなくても全然クリアできます。そもそもクリアが1分以内に終わってるので、120秒以内クリアだったらある程度時間かければ大丈夫だと思います。で、当然イオリもいなくてもアルちゃんやアカリで全然代用は効きます。やっぱ強いのはムツキと響きですね。やっぱこの2人は爆発の最強キャラですね。で、ザコがかなりわらわら湧いてくるんですけど、ザコ自体はそんなに強くないのであんまり意識しなくてもいいかもしれません。それではギミックに関しましても実践編で説明していこうと思います。それでは解説していきます。私の星野は結構育てているので、このまんま放置しても全然大丈夫なんですが、育っていない方だと落とされてしまう可能性結構ありますので、セリナで椿を前に出して、なるべくターゲットを取るようにしましょう。そして星野で火力を上げていきます。で、ギミックなんですけど、今ザコが来ましたよね。で、このザコを全部倒しますと、まずはここのメグに気ダメージアップのデバフがかかります。なのでザコが倒れる瞬間にメグに大ダメージを叩き込む、これが必要になります。気ダメージアップはすぐに治ってしまうので、ザコが倒れる瞬間ぐらいに打つ必要があります。水着のイオリだったり、響きの3つの円形が重なる場所だったり、ムツキの円形が2つ重なる場所にメグを収めるようにしましょう。はい、ここに火ダメージアップのアイコンがついてるの分かりますかね。プラス気絶もします。で、ここで大ダメージを叩き込む感じですね。結構 HP 多いので、このアイコンの時に叩き込むようにしましょう。そしてまたザコが現れまして、このザコたちを倒すと次はここの敵ですね。ここのミニガンを持っている敵に気ダメージアップがかかります。なので先ほどと同様に
雑魚が全員倒れる瞬間に大ダメージを叩き込むようにしてください。なのでこの場合だと響きで雑魚を一掃した後にムツキを打てるようにコストを貯めてから打つっていうのがいいかもしれませんね。ラブに関しては一番前にいて通常攻撃がガンガン当たってるので結構このタイミングで倒せちゃったりします。時間も余裕があるので皆さんもチャレンジしてみてください。ということで上級から閻魔大王級までの解説でした。いかがだったでしょうか。この後入門級から中級まで映像だけ簡単に流しますので、もしクリアできない方はそちらも参考にしていただければと思います。それではご視聴ありがとうございました。できていらっしゃるのかしら。これはいかが。シュリケン痛いですよ。そちらですね。これはいかが。今倒したの敵だった。自転車乗りの必需品だよ。さっさと行くぞ。覚悟してね。仕方ないですね。支援者で一緒にしてあげるからね。行くわよ。こんなもんかよ。手法発射。先生の敵は攻撃許さない。こんなもんどうさせてあげるからね。行くよ。もっと気楽に。ありがとう。手法発射。これは募集したやつだから。行くわよ。こんなもんかよ。びっくりさせてあげるからね。ほら、くらえ。各種手法発射。それなりに大変なことになるかも。くらえ、バーン。面白い。はウォーミングアップにもなりゃしねえ。